大切武蔵です。今日はですね、ちょっと外育苗と、この室内ハウスの室内育苗で、どういう違いがあったのかというのをちょっと、紹介していこうかなと思います。で、今日が5月の5日で、トウモロコシ苗を外に出したのが4月の28日になります。なので、ちょっとどうなってるか、見ていこう。じゃあ4月29の晩に、出しました。なのでですね、29に出したんで、31、2、3、4なんで5日か、5日経ちました。ちょっとそのね様子、まあたった5日ですけど、ちょっと僕は見た感じ根の動きだったりとか、葉っぱの大きさだったり、まあ、軸の太さだったり、変わったと思ったので、まあ違いが出たということで、紹介していこうかなと思います。まあ、実際にね、苗同士を並べて見るのが初めてなので、ちょっと初めてな、驚きだったりというか、まあ、感想も踏まえながらなので、まあ、これは決定だと言い切るというよりは、ちょっとね、皆さんと一緒にこう見ながら、動画に収めながら、紹介していこうかなと思います。でですね、まず最初にですね、ちょっとどういう感じの苗を、紹介していくかというと、4月21日のヤマトルージュを紹介していきます。まあ、この後ちょっとホワイトのものも紹介するので、ちょっとお待ちください。で、まあ、こういう感じで室内でハウスで、やってるもの、4月21日のヤマトルージュで、外育苗がこんな感じでやっております。ちょっとヤマトルージュ今、室内に見るために室内に入れたんでないんですが、はい、まあ、こういうような感じで、これが白のトウモロコシですね。まあ、こういうような感じで、管理して、晴れた日は水やって、雨の日はもうこのまま置きっぱなしでやっております。はい、実際にね、苗ヤマトルージュ、4月21日の苗並べております。こちらが、まあちょっと、まあどっちがどっち先言う前にちょっと見てもらいましょう。まあ、こんな感じでですね、ヤマトルージュ、ルージュの4月21日同じ葉種日で、29までは同じ育苗方法をとってやっておりました。で、まあ、こうやって見た感じ、皆さんどっちが外育苗で室内育苗か分かりますでしょうか。で、正解というか、まあどっちが、室内と室外だったかというと、こっちがこれですね、これが室外育苗です。で、こちらが室内育苗になります。で、こうやって見るとやっぱ姿勢がね、明らかに違いますね。今ちょうどこっちの室外のやつは高さ的に言ったらこの辺なのかなとも思いますが、室内育苗はもうちょっとこの辺の高さで、ちょっと肉眼、まあ、ちょっと並べましょうか。なかなか指で刺すのも難しいので。で、並べる前に、まあ、色がね、こうやって見ると若干薄くなったかなと思います。外育苗のやつは、まあちょっと雨をね、出した日とその次の日と、2日間ね、2日間と3晩ですね、雨に当たったので、それでちょっと色が若干抜けたのかなと思います。肥料切れとかではないと思うんですけど、まあ、あと、ね、最近ちょっと寒さがあって、夜が13度、昨日なんか11度だったりするので、まあ、寒さの影響でこうやって、ね、色が薄くなったのかなと思われます。実際にちょっと抜いてね、ちょっと見ていきましょう。まあ、ちょっとサンプルで3つほど、抜きますが、こういう感じで、はい、これとやっぱ外育苗のやつはね、すんごい乾燥しますね。あ、ミスったな。こっちのやつ1本、室内のやつ1本ちょっと中から取るか。で、うまいこと取れんな。ちょっと乾燥して取りにくいんですけど、 OK、 いけた。はい、こんな感じで、並べております。まあ、パッと見た感じ、やっぱ大きさが全然違うのかなと思います。ちょっと同じ高さにしますが、まあ、このような感じで大きさがちょっとやっぱこっちのが、背が短くて色が薄くなってますね。
で根っこがですね、まあこういう風な根っこ、こういう風な感じの具合で、こっち室内、こっち室外のものなんですけど、室外の方がなんか毛細根の量が僕めっちゃ多く見えるんですけど、気のせいかな、結構、うん、やっぱ毛細根の量がすごく行き渡ったようにこれ見えます。特にこの真ん中がすごい、この太い根と根の間のここの絡み回り具合のこの間のね、根がすごくいい感じに、うん、巻いているというか毛細根が出て、バイドいっぱいにね、セルトレイなんかいっぱいに根っこが順序よく巻いたように見えて、で毛細根も若干太いから多く見えるのかなと思います。こっちは別にないことはないんですけど、細いからちょっと少ないように見えるのかなと思います。で軸はね、これもう動画の見てる方は分かんないですけど、持つとね全然違うんですよね。こっち持ってから、外育苗のやつ持ってから室内の持つとすんごく柔らかく感じ、あの室内のやつが柔らかく感じます。それぐらい硬さが違って、やっぱり外育苗のやつ、こう葉っぱこういう風にして色若干薄くて不安な色はしてますが、実際こうやって根っこ見たりすると別に傷んだような感じはなく、盆栽根が太くね、動き始めてますし、軸も分厚くて、ゴールデンウィークなんでね、バイクの方すごくおられるんで、たまにこういうことありますが、この軸がですねすごく、あのなんていうんですか、硬くしっかりして、できてます。で軸も短、軸とか背も短く切ってるので、まあちょっとこうなんていうんですか、徒長、まあ徒長はしてないんですけど、背が高く、来てると思ってたので、それを短くできたのは結構いいのかなと思います。植え付けてもねこっちの方がいいんじゃないのかなと思います。でここまで違いが出なかったので、あのバラバラに植えようかなと思ったんですけど、もうこれはちょっとしっかりあの外育苗したやつは目印つけて、分かるように植えようかなと思います。多分ね、もう苗の段階で明らかに外育苗の方がいいのできるんじゃないのかなというように感じます。はい、ということでこれが4月21日に発種したヤマトルージュです。次白トウモロコシいきましょう。はい、これが、白トウモロコシのホイップコーンですね。4月20日に発種したものです。まあ、こちらもちょっと見比べていきましょう。まあ、さっきのね、ヤマトルージュの比較見た方は分かると思いますね。でちょっと発芽率が悪いのはちょっとご了承ください。ちょっとホイップコーンね、発芽を安定させるのがなかなかちょっとうまいこと言ってないので、そこはちょっと気にせず、見ていただきたいなと思います。はい、ということで、まあこっちがですね、この右側で、これがね外育苗で、これが室内育苗ということで、まあ室外と室内と呼んでいきますが、はい、となっております。でやっぱりこうやって見ると、まあ、色が若干黄色薄くなってるのが外育苗で、色がねこう濃い緑色の黒い、こうなんていうんですか、緑黒い色が、室内育苗というような形となっております。ちょっと今ねこうやって葉っぱを触ったんですけど、硬さが全然違いますね。外育苗めちゃくちゃしっかりするな、葉っぱで。軸もねこうやって見ると全然太さ違いますよね。いや太いな本当に、室内、あ、じゃあ室外のやつ、これもちょっと見ていきましょう。ちょっと水がね結構切れているので、抜くのちょっと時間かかる、一応一回飛ばしますね、スキップします。はい、こちらがですね、引っこ抜いたもの、セルトレイから抜いた、ホイップコーン4月28種分ですね。これね、これもしっかり出てますね、根っこに。まあ最初にちょっと食感、肌触りのこと言いましたが、色とでやっぱこの硬さがね、さっきのヤマトルージュ同様硬さが違うのと、やっぱ太さが全然違うので、こっちの方がしっかりしてるなと、やっぱ外育苗の方がしっかりしてるなと思います。で次にやっぱ根っこが全然違う、うん、根っこ順よしあしは、まあ、どうつけがたいとか、どっちともやっぱしっかり巻いて
で来てるので悪くはないんですけど、まあちょっともう植え時なんで、まあ明日これ植えるんでね、ちょっとあれですけど、まあ世間一般的にはトウモロコシとしては苗こう根っこ巻きすぎじゃないかと言われるかもしれませんが、まあ今年はこれぐらいの大きさで僕は植え付けしております。でまあそのそこをまあそこを了承の上でちょっと見ていただきたいんですけど、でその中でですね、根っこがこのセルトレー土あったら、ここの上の部分ね、室内育苗の分ちょっと土で余ってるじゃないですか。根っこが全然来てない、これちょっと若干来てますけど、やっぱりそんなにあの上まで来てないんですが、この室外育苗上までねめっちゃぎっしりね来てるんですよ。ほらこれもこっち側ちょっと来てませんでしたが、こっち側見ると側面から見ると、あこれもすごいな、上の方まで結構十分にね、全体的にこうやって綺麗に上まで根っこが張るようになりましたね。本当に水とか土とか栄養をこうどんどん探して巻いておりますね。まあ窮屈感あると思うので、まあ明日植えれば許容範囲かなとは思うんで、白根っこもね白いんでいい感じだと思います。はい、いや全然違うな。これはこのセルトレー自体はね、苗自体はすごくいい苗なんで、まあ、結構こ外育苗と比べたらね同じような具合では来てるかなと思いますが、根量がこんなに変わるのか、勢いが違いすぎる。これランダムでね、取ってるんですけど、これぐらいの差が生まれますね。同じようなこれで言うと、これねこの3つの中で言うとこれちっちゃいと思われると思いますが、見てる方それで言うとこれとこれが木同じぐらいの高さで来てよ。あでもちょっと本場の展開ちょっと遅いな、こっちの方が。これちょっと例えで出すのあんま良くなかったかな。なんでちょっと同じような、本場3枚目が出てる。あこれ4枚、あじゃあこれが室内の方だから、1,2,3 3枚出てるやつだから、そうだなこれとかが同じぐらいの、あまあこれも結構いい具合に出てるな。でもやっぱ下で根っこがかあの溜まって、窮屈感がより感じられますね。これは全体的に根っこがくっついあの張ってなんか綺麗に収まってるように思います。ヤマトルージュだけかなと思ったんですけど、白トウモロコシでもすごい差が生まれますね。全然違う、やっぱ硬さが全然違うな。これは本当にやってみないと、実物を触らないとわからないんですけど、まあこういうような感じの、生育具合に、まあ、生育の違いになっております。はい、ということでですね、最後ちょっと番外編で4月14日に発種した分の、まあもう植えない植え遅れた苗なんで、まあ、数が足りてるんでちょっと若いこの先のやつを植えようということで、まあ多少植えたんですけど残りは捨てるような感じで、でもちょっと生育が見たいので置いてるものです。で今室内に入れたんですけど、この端っこのこの1枚これがですね外育苗さっきまでしてたものです。でこれが室内ハウス育苗のもので、で引っこ抜きました。でこれちょっと順番逆にしてしまったんですが、こっちが外育苗でこっちがハウス育苗となっております。合ってるな、合ってる。でこうやって見るとだいぶこっちの苗ハウス育苗のものが根っこが茶色くなって、もう植えるにはだいぶ遅いのかなというような色をしてるんですが、逆にこの外育苗のものはね色が白いですね。まだちょっとまあ茶色がかってきてはいるんですけど、全然それこの室内まあハウスで育苗しているものと比べると、室内育苗と比べるとすごく白くて、なんで植え時期をこう伸ばせるっていう意味では、あのこっちの方が室内じゃあ外のね室外育苗のこうやる意味もこう出てくるのかなと思います。全然違うな、すごいな、こんなに変わるのか、まあ、というようなちょっと番外編でございました。
やっぱ全然違うな。こうやってランダムでピッとね抜いてみてもピントが合わん。こうなったとしても、例えばこれも、これ室内育苗、室外か、室外育苗なんですけど、もうダメだな、ピント合わない、やらない、はい、というような感じでですね、このトウモロコシ育苗で、室外と室内育苗でね結構変わりがあるということが分かりました。5日なので、5日出しただけでこれだけね違いがあるということは、まあ、寒い夜をしっかり外せば使い物になるんじゃないのかなというか、あのいいしっかりした苗を育苗できるんじゃないのかなと思いました。より精度を上げるというか、いいものを作る上でいいんじゃないのかなと思います。やっぱり菊の茎の太さだったりとかね、根の発根の具合だったりとかはすごく大事だと思いますし、まあ、根っこで言うとね、セルトレの中の下の部分だけにたまるんじゃなくて、全体的にね上にも根っこがたまると、よりたまるというか全体的に根っこが張るといいなと思ってたのが、やっぱりそれが外育苗でね、室外育苗することでできるようになったので、すごくいい成果が出ました。でどの段階でね外に出す、本葉1枚で出すのか2枚で出すのか、まあ、5日でこんなに違いがあるので、本場ね2枚出たところ、出る前ぐらいかな、 1.5 枚ぐらいの時にも、出すとより効果が出るのかなと思います。まあ、その分育苗期間がもしかしたら長くかかるかもしれないので、そこの部分も含めながらで、特に、まあ、3月だったり4月の上旬、まあ、中旬ぐらいまでの植え付けはね、育苗25日以内ぐらいで、考えておりますが、それがやっぱ4月中旬超えてね5月に入ったりすると、もう15日ぐらい、播種してから15日ぐらいでも苗が出来上がるというような形もできます。にもなりますし、で、雨が降って植え付けができないっていう場面が出てくると、まあ、外に、出して、育苗期間を延ばすっていうこともできるのかなと思います。その暑い日が続いても外に出して、夜のね、温度だったりとか風でね、より軸を太らして丈を短く作って、で根っこも、新しいもの、まあ、老化しにくく、なるっていうのは今ね見ていただいたら分かったと思うので、まあ、そういうのを活かしながらというか、そういう効果があったので場面場面で、使い分けてやるのもありなのかなと思います。まあ、場所の確保がねこの育苗スペースの倍必要になってくるので、まあ、全部ができるというか全部の時期できるものでもないですね。やっぱ3月の初めの方は寒かったりするので、ね、4月入ってからだったりとかを目安に、4月入ってからじゃない、4月の中旬以降だったり、まあ、上旬の後半ぐらいかな、中旬ぐらいから、こういう方法を使用するっていうのもありなのかなと思います。はい。まあ、とにかく発芽は、ね、温度いるんですけど、それ以降の、育苗は、暖かい時期は外育苗でもいいのかなと思いました。はい。豆打たれてね、梅土がすり減って種が見えるっていうね思ってたところは、なかったので、そういうことはなかったので、なんだろう、まあ育苗しててちょっとしたね今回みたいな、違いがあって、それ以上にその種が上に見えたりとか悪いことがあったかと言われれば、なかったので、外に出すっていう手間さえ、手間と場所さえ確保できればデメリットはないのかなと思いました。はい。そんな感じでですね、外育苗をやってみた感想を紹介させていただきました。ちょっとでもね役立てればなと思っております。ご視聴ありがとうございました。